い長打2点目を取ります。この後1点差に迫られますが、嫌なムードを一瞬したのはアンズの一振り。8回、左中間スタンドに叩き込む15フォロワーズで3対1、再びリードを2点に広げます。石から馬場、岩崎と伝えたリレーの最後はスワレス。スワレスが3人で片付けリーグトップの13セーブ目を挙げた瞬間、元2年目西純也がプロ初登板初先発で初勝利を手にしました。今日は一番の1月なんで頑張ります。皆さんも1月なんで頑張りましょう。甲子園球場へは安心電車でお越しください。ご協力お願いします。東海から甲子園、甲子園球場に官民の獲得はいりません。また今シーズンより自治体広告の提供はいたしません。ご協力お願いします。東海民甲子園、出したことあるからお客様にお願いいたします。甲子園球場のスタンドは全面禁煙となっております。スタンドでのタバコはご遠慮いただき、所定の喫煙証をご利用くださいませ。なお危険防止のため、缶や瓶類、危険物の場内への持ち込みをお断りしております。また缶、瓶類の移し替えサービス、移し替えコップの提供はございませんのでご了承ください。